1年前にテレビっ子になりました、うん、いやいや珍しいな、なったばかりです。分かんない人いたんですよ。カバンでかすぎて、はい、カバンが歩いてるってめっちゃ言われるんです。地元が札幌なんですけど、はい、その地元いた時、実家の時は、本日のゲスト梅澤めぐさんです。皆さんこんにちは。1時間空いたのでお話ししに来ました、梅澤めぐです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごく1時間空いたことを大事に喋ってくださってありがとうございます。大事にしてます。1時間って言い過ぎですよ。これ1分で1時間って4回言いましたからね今。あ、本当ですか。はい、あ、1時間。いや、だから違う違う、また多い1時間入れましたけども。はい、ありがとうございます、梅澤さん。いや、こちらこそありがとうございます。そもそも2回目とかですか。2回目ましてですね、はい、そうなんですよね、はい、1回ショッピング番組でご一緒しまして、はい、その時で、まあそこからまあ接点あって今回こうやって1時間喋ることになったんですけど、でもちょっとやっぱあまりにもね、とっかかりがないじゃないですか。そうなんですよね、うん、結構あの番組もそんなになんかいっぱいお話ししたかというと、そうそうなんですよ、結構言ってもね、通販というか物を紹介する番組だったんで、なかなかね、お話しすることもできずということなんで、まあちょっとインタビューというかね、ちょっとお話をいろいろお聞きしながら、そう大丈夫です、もうレギュラーみたいな、すいません、もう世代が違うから。いや、わかりますよね。あー、ギリよかった。あるある、そうです。あー、よかった。そんな昔なんですか。レギュラーって、あるある探検隊って、2005年なんですよ、ブームになったの。あ、そうなんですね、はい、で、まあそっからで、まあ、結構やっぱなんだかんだ言ってテレビ出てるからみんな知ってるけれども、 でも本当にこの間舞台でレギュラーあるある探検隊ってやって、はい、分かんない人いたんですよ。はい、驚きじゃないですか。驚きです、ね、でもそんな世代の方がいらっしゃるってことなんですね。そうですそうです、もう10代になったらもうやっぱレギュラーとかその辺がちょっとピンとこないみたいな人もいるんで、もっとテレビ見てほしい。なんか最近はやっぱテレビ、はい、若者のテレビ離れがって言うじゃないですか、うん、いやちょっと待ってください、それもう僕らの世代の上の人がなんかテレビで言う、まあまあでも若者のテレビ離れしてで、あと梅澤さんも若者じゃないですか。いや私めちゃくちゃテレビっ子です。ああ、そうなんですか。今も今なんか急にテレビっ子になりました。なんだろう、本当1年前にテレビっ子になりました、うん、いやいや珍しいな、ま、なったばかりです、なりたて。比較的 YouTube っていう大ライバルが今席巻してる中、今1年前、何きっかけですか。なんかその私2020年に上京してきて、うん、はい、上京したての頃テレビがなくて。あ、そうか、そうなんですよ、家にね、はいはい、で、 なんかでもその地元が札幌なんですけど、はい、その地元いた時、実家の時はあんまりテレビもそんなあったけど見てなかったんですよ。はい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 、でだからいらないやって思って、テレビ自体、本当に、まあ、そもそも実家でもテレビ離れのところから始まってるんですよね、多分ね、はい、はい、いらないかもと思って上京して、うん、あの全然なかったんですけど、うん、テレビなんかその急にニュースとかやっぱ見といた方がいいっていう気持ちに駆り立てられたというか、うんうん、はいはいはい、急になんかそのネットニュースだけじゃちょっとはなんかその文だけじゃちょっとわからないことが多くて。そうかそうか、もうちょっと、あれって実は聞くとね結構入りますもんね。あとその天気予報とかってやっぱ何気なく大事だったんだなっていう、うん、その実家にいた時ってなんとなく朝テレビで、はい、その、うん、今日の天気はってその、うん、天気が言うじゃないですか。わかります、天気あの なんか自分は見てないけどついてるっていう状態ですよね。でなんか、はいはいはい、時計の横とかになんかお日様マークとかついてたりとか、うん、ああいうので、うん、ああってなってたんですけど、うん、わかります。テレビがなくなってなんか天気が分かんなくなっちゃって、うん、その今は携帯にも天気すぐ調べたら出るけど、うん、なんかその調べてまでなんか知りたいかなっていうのがあって、うん、そうでもやっぱり潜在意識で見てたらそうなんです。その玄関出る時に傘1本持つみたいなのありますよね。あったのがなくなったっていうのを、うんうん、上京して1年後ぐらいに気づいて買いました、うん、なんか変だと、私どうも雨に降られるぞって。そうなんです。なんかその急に晴れてたはずなのに、はい、なんかこうスタジオ出た時とかに、うん、めっちゃ雨降ってるとか、うん、
東京って梅雨あるじゃないですか、うん、北海道あんまり梅雨とか分からなくて、そうか、ないのか、だからその急に雨が降るっていうそのなんか天気の仕組みが理解できなくて、まずそうなんだ、だから折りたたみ傘とかも持ってなかったんですよ、うん、もう買いました折りたたみを、うんうんうん、なんかその事務所のマネージャーさんに一回だけその見学で、あのこの現場に来ていいよって言ってくださったことがあって、でもその天気とかも見ないで出ちゃったので、はい、傘とか持ってなかったんですよ、折りたたみの、うんうん、雨が降るのも知らなくて、普通に電車に乗ってその最寄りのところについて出たら、もうなんかゲリラ豪雨っていうか、あーもう土砂降りだ、信じられないくらい降ってて、はいはいはい、も傘もないから、うん、どうしたらいいかも分からず、うん、もうずぶ濡れでスタジオに入ってしまって、うん、だから結構いろんな人に、初めましての人のはずなのにめっちゃ心配されてからなんか ね、そういうエピソードがあったんですっていうことを、うん、その事務所のマネージャーさんに話したら、うん、なんで傘持ってないの、うん、ってからまず突っ込まれて、なんか東京にいる人は折りたたみ絶対持ってるからね、すごい偏見だけどなそんなことない言われて、そんなことはないよ、いや買わないとダメだと思うって言われてから買ったんですけど、うん、はいはいはい、結局使ってなくていや使ってないんかいな結局なんかその、うん、やっぱり折りたたみを持つっていう文化がなさすぎて、わかります、なんか雨降るって知ってて もう折りたたみ持たないで出ちゃうとかで、なんか全然多分ですけど梅沢さん、折りたたみはもう基本マストで入れとくもんなんですよ、はい、あやっぱ そうなんですか、はい多分、だから折りたたみは多分、あやばい突然の雨だっていう時に使うようですよと、飾りじゃないんですよ、ちょっと待ってください飾りならもうずっと持っときましょうよ、それこそ全然もうその、うん、あと折りたたみって小さいからなんかあんまり存在感がなんかなんていうんですかね、普通の傘は玄関に置いといたら、はい、あ傘ってなるんですよ、そうそう存在感ある、なんか折りたたみ、うん、あんまりなんか持ちたいかっていうとそんな感じ、あのね、相性じゃないんですよこの話って絶対、はい、絶対に、まあでも多分ね、あのカバンがちっちゃいとかなんかあるじゃないですか、そうしたらね、さすが折りたたみちっちゃいとはいえ、ね、はい、入れにくいとかありますよね、めっちゃでかいですカバン、じゃあ入れよう、じゃあ絶対入れよう、今日2本2本入れていいよ、あれなんですよ、カバンでかすぎて、はい、カバンが歩いてるってめっちゃ言われるんです、ちょっと待ってくださいこれは想像つかんぞいや随分ですよ、なんかその、うん、事務所のマネージャーさんとか、はい、そのスタジオでお会いした、うん、うちのその声優さんとかキャストさんに会うと、はい、絶対そのディレクターさんにもなんですけど、うん、カバンでかってまず絶対最初に言われます、え、ちょっと待ってくださいその梅沢さんがちっちゃいからでしょ、そのいやどうなんですか、身長というか、いやでもなんかカバンがすごい大きいってめっちゃ言われます、ちょっと待ってください、もう全く想像がない、どれぐらいなんですか大きさで言うと、あでも背中隠れちゃいます、あ、大きいか、大きいですね、背中は絶対隠れてます、背中ってリュックですら隠れはしないですからね肩周りは見えるし、え何を入れてるんですかその大きいものに、でもなんかやっぱお仕事行くときは台本とか持ってたんですけど、いやでもそんなに大きくなくても結構そのリュックで、うん、例えばライブでなんか前乗りとか、はいはいはい、1泊2日するようなお仕事でも、うん、もうキャリーケースじゃなくてそれでいけるぐらい大きくて、なんかマネージャーさんとかになんかいや梅沢がキャリーケースを引っ張ってるのを見たことないみたいな、もう全部これで済ましてるよて、全部これで済ましちゃってて、うん、でもなんか最近気づいたのが、はい、じゃライブとかそういう大事なお仕事って、うん、なんか肩こりしちゃいけないじゃないですか、まあまあ当然ね、万全のパフォーマンスしなきゃ、ここが固まってるとこういい声が出ないというか、うんうんうん、なんですけどなんかその全部その宿泊物を詰め込みすぎて、うん、肩こりが、うん、悪化したというかあのもうじゃあキャリーケース持ちましょうよそうなんですよ、はい、で今めちゃくちゃそのキャリーケースどれがいいか探してるんですけど、うん、はいはい、なかなかときめくものがなくて、ああやっぱいろいろね合う合わないもあるでしょうし、だからちょっとなくて困ってますもうリュックみたいが今頭の中でいっぱい埋まってるわ、そうなんですか、はい、そんな大したものじゃないですか
いや違う違うですよ。もうそう言われたら大したもんだと思います。僕バックパッカーが背負ってるぐらいのもんだと思ってますからね。パンパンですよあんな。今って結構小さいバッグがとかトートーバッグ結構街中歩いてても、うん、いろんな方、なんか小さすぎて物入らないんじゃないかなっていう方多いじゃないですか。あれ何入れてんのって、なんか財布すら入らないんじゃないかなみたいな、握り飯1個入らんやみたいなね。いますよね。いますいます。なんか背中に対してこれくらいしかないリュック。